こんばんは、仰天ゆりなです。今日は性的仰天をやると言ったので、性的仰天をやっていきたいと思います。果たしてどれぐらい来ているのかはちょっと知らん、ちょっと知らん。そうなんです。とりあえず今日の日にちからのやつの空のやつの空にしますね。今日は何月何日だ。あ、5時間前からですね。 OK、 こんな感じで、あ、まあちょびっとですね、いい感じです。よっしゃ、じゃあじゃあじゃあ教えて仰天をやっていこう。やっていくぜ。これ投稿してくれた人は果たしておらんかな。まあいっか。じゃあやっていく。暑くて食欲がないときは何を食べてますか。今年の夏マジで食欲がないってことがなさすぎてあれなんだけど、でも確かに米があんまり食べたいとは思わんから、でもまあ食べたくなる時もあるんですけど、基本的に麺がめっちゃ多い。ラーメン、そうめん、うどん、マジでここが一番多いです。やっぱ食欲ない時はつるっといける。あと冷やし中華とかね、やっぱ麺系がやっぱり一番なんかつるっといけるから。米ってきついじゃないですか結構、まあ、私米朝から食べたりする時もあるんですけど、おにぎりとか。でも基本的に暑い時から帰ってきた時はやっぱりそうめんとかが一番多いかな。そうめん、ラーメン、うどんがやっぱ麺類が一番つっといけるから、ここですかね。やっぱりここが一番だと思います、私的に。うん、美味しい。やっぱつるっといけるのがいい。そして炭水化物というところが特にいいと思います。私は最近それも、でも私は正直今年の夏はマジで食欲が失せるっていうことが本当になくて、私もストレスでめっちゃ食べてしまうタイプだから、もう全然痩せない。全然もはや普通太ったままキープしてる感じ。そうてな感じです。次、次ね、じゃ次、最近聴いている曲が好きな曲か、動画で使ってほしい曲教えてくださいだって。え、最近聴いてる曲か、ね、最近はね、ちょっと待ってね。最近私がめっちゃ聴いてるのはこの、お届け物さん、あ、お届け物さんの、これはライフ、ライフだよね、 LIFE ってライフか。これめっちゃいい歌、これめっちゃ聴いてます最近、超いい歌。あとはワニマさんの共にっていう歌と、あとはこれ私知らなかったんだけどさ、これなんて読むのか分かんない、これはアーティストさんの名前が読めないんだよ。ドメド
ドーベルマンインフィニティって読むかな、これ英語やからの、このままっていう歌、この熱3曲が好きで、最近はマジで一番聴いてます。この3つが、おすそまダンス、がめちゃくちゃ好きで、この3曲をよく聴いています。いい歌、いい歌です。歌詞がとても素敵です。よかったら聴いてみて。で次、観音寺の花火大会の時どこにいたの？駐車場の方。あ、そうですね、あのなんか一番最初はバスのとこにいて、バスのところのなんかバスの人たちにカウントダウンを一緒にやったんですよ。バスの人たちと一緒にカウントダウンをやって、でその後普通に降りてって、あの本当駐車場の前、一番前のところ、最前のところで花火見てました。まさかこう首上げて見てるような感じかな、正直背景的に言うと。そうなので、そこのところ花火のところにあのいました、っていう感じかな。そこにいました。そうって感じかな。首山は確かに痛くなかったといえば嘘だけどでもめっちゃ近くて良かったですよ。迫力は大でした、マジで。上に降り注ってる感じみたいな感じでめっちゃ良かったです。じゃあ次、りなちゃんこんばんは。いろんなサラダがありますが、りなちゃんポテトサラダとマカロニサラダはどっちが好きですか？ちなみに僕はマカロニグラタンが大好きなのでマカロニサラダ。私はポテトサラダが好きですね逆だった。マカロニサラダもめっちゃ好きでめっちゃ食べてたんですけど、ポテトサラダもめっちゃ好きです。でも正直どっちも好きやけど、でも家でよく食べてたんは、ま、あ、どっち食べてたっけな、よく。どっちもよく食べてたね。どっちもどっちも食べてましたね。ちなみにキュウリは、ポテサラにマカロニ入っとった。あー、そうだ、ポテサラにマカロニが入ってたんです。あの、だからいいとこ取りしてましたね。なんでどっちもですね、ぶっちゃけ。どっちも。あの、うんってやった感じです、どっちもって感じ。ちなみにキュウリは入れません、食べれないんで。ペッペッペッと、もともと弾いてました。入ってないよな、うち入ってないよ、入ってない。バーバンチの入っとった。うん、うちんきはキュウリ嫌いな人多いから入ってません。キュウリはキュウリで食べてました、みんなって感じです。次、最近ゾン100というアニメにハマってます。バイオハザードみたいなアニメなんだけど、ゾンビになるまでにしたいこと100ということで、ゆりながおばあちゃんになるまでしたいことってありますか？んおばあちゃんまでにしたいこと、なんだろう、おばあちゃんまでにしたいこと、なんだろうな、おばあちゃんまでにしたいこと、おばあちゃんまでにしたいことか、真似にしたいことは、そうですね、なんだろう、生きる目標をちゃんと見つけて生きることがですかね、やっぱりちゃんと。次、
コラボおかき完売おめでとうございます。もしまたお菓子をプロデュースする機会があったらどんな種類のどんな味のお菓子をプロデュースする。めっちゃ幅広いじゃん。めっちゃ幅広いね。あーうーんそうですね。あでも完売ね、皆さんありがとうございました。結構ね早い段、前日か前日ぐらいに完売してしまって、結構早い段階に完売してしまってですね、あのとってもねすごい好評をいただけてすごい嬉しかったです。やった。それで作るんだったら、まあ、なんか私結構お菓子好きだから、菓子パンとか、それこそ菓子パンとか、うん、なんかブラウニーとかフォンダンショコラとかお菓子系とかがいいな。私甘いもんが好きなので、かそういう甘い系な感じとかを作りたいかなって個人的に思います。うん。次、8月はとても忙しいと思いますが、秋は一級観戦に行けそうですか。9月14日の横浜中日の試合でサンリオキャラ来るみたいです。そうなんだ。9月14日ね、ゴリゴリにね、私稽古期間だからね無理だゴリゴリにね、私はね9月もう来週からね稽古がね始まっちゃうくて、そうなんですよ。だからその稽古が始まってしまうと、そのなんだろうな、結構一日拘束が多いんですよ。とか逆に昼から夜まで拘束っていうのがすごい多くて、だからこう野球って大体こう16時半ぐらいからあの外で選手の方が練習されるじゃないですか。だからそれぐらいに行くんですよ。だけどってなると、あの移動も含め昼過ぎに稽古が終わらないとってなるじゃないですか。それがね今まで私稽古してきた中でなかなかないんですよ、そういう半日休みとか。逆にこうなんだろう、夕方から夜とかの方がよくあって、だからちょうどねブッキングしちゃう時間帯なので、ちょっとね稽古が始まっちゃうともう無理なので、ちょっとね9月14日は厳しいなサンリオ見たかったな。キティちゃん来ないのかな。キティちゃん来るんだったらめっちゃ見たかったけど、いやでもだとしてもちょっと無理だな。まだスケジュール何も分かってないんですけど何も分かってない、明確にこの日から稽古始まるとも分からないんですけど、なんか江戸さんによれば来週から始まるらしいです、噂によればね。まあ明確なものじゃないですけど、そうってなったらちょっと厳しいなっていう。でも観戦は行きたいと思います、実は。そうですね、行きたい。もう終わっちゃうんで早くしないとって感じです。次、ショールームでお兄さんが欲しいって言ってたけど、お兄さんがいたらどんな妹になっていましたか。想像でいいです。このままです。私を変えるつもりはありません私はこのままで、このままでお兄ちゃんが欲しいなっていう感じですかね。でどっちかっていうと私がどうこうより、いや兄はめちゃくちゃ優しい兄が欲しかったですね。もはやシスコンレベルの兄が欲しいですね、どっちかっていうと。そうですね、どっちかっていうとね。うん、がいいかなと思いますまあとりあえずなんか大切にしてくれる感じだったらいいかなって思いますあのなんだろう、妹をパシらない系のよし次ね、
もしチョコレート禁止令が出てしまったらチョコレートの代わりになりそうな食べ物はありますか？チョコレートがダメでしょ。私が好きなも基本チョコレートしかないからきびいな。え、なんだろうね。チョコレートがダメになったら、わからんマジで無理かもしれません。チョコレートの代わりって結構きついな。なんかその他にもそれぐらい大好きなものはたくさんあるんだけど、じゃあそれと同じような味で同じような感じかって言われるとめちゃくちゃ難しいなって今すごい思いました。なんか他にも大好きなものとかいっぱいありますよ。それこそなんかドーナツとか、なんかおかきとかおせんべいとか、そういうのもすごい好きなものもいっぱいあるけど、なんかチョコレートとって言われたらちょっと難しいな。うん、です。次、将来広いお庭付きの大豪邸に住めるとなったらどんな犬を飼いたいですか？トイプードル、スタンダードプードル、ドーペルマン、狼男、その他。はトイプードルとラブラドールレトリバーです。あ、トイプードルじゃなくてもいいよ。パグでもいいし、ポメラニアンでもいいし、ラブラドールレトリバーと小型犬がいいかな。温厚なワンちゃんだったらいいです。ですです。うん、なんか温厚なワンちゃんがいいなって思います。はい次、一人まるまるチャレンジでしてみたいことありますか？自分は今度久しぶりに一人ダーツか一人野球観戦に行こうと思っています。だって一人まるまるでチャレンジしてみたいもの、うん、まだしたことないもので言ったら、あ、なんか吉野家とかすき家とか一人で行きたいですね。あとは一人焼肉とか、あともう一人で野球観戦も行きたいですねそうですね、なんかご飯食べ屋さんあんま一人で行かなくて、ていうか外食しないんで、そもそもこう一人で行くってことがそもそもない、てかそもそも外食しないから、そもそも一人で行くってことがないのでちょっとあれなんですけど、ですけど行くんだったら一人でご飯屋さんとか行きたいなと思いますし、一人で映画も行ったしこの間、だからご飯屋さんとか一人で行くのもいいなと思うし、一人で野球も行きたいなと思いますね。でもそんな感じかな。やったことなくて今自分がやってみたいなって思うのは、そうだね、そんな感じです。なんか結構ちょっと前、何年も前からお一人様って結構流行ってるじゃないですか。お一人様鍋とかお一人様焼肉とか、そういうなんかお一人様がすごい増えてるからこそ、結構いろんな行きやすかったり、メンバーとかでも一人で結構行ってたりするメンバーがすごい多くて、だけんなんか一人でこう行くのいいなと思ってます。次、ディズニー行きたいと言ってたけど好きなキャラクターはいますか？だって、いや、ディズニーに好きなキャラクターは特にいません。みんな可愛いなって感じで、なんか特にこれといってどうこうっていうことではなくて、なんかあのみんなで楽しんでる雰囲気が好きって言ったらいいんですかね。どっちかっていうとキャラクターってよりかは、そう、あの空間というか世界観というかがすごく好きで、なんでキャラクターはね、あの私どっちかというとサンリオちゃん派なので、そう、あんまりなんか C とかのあのダフィーちゃんとかはすごい可愛いなって思うんですけど、
C は1回しか行ったことなくてあれなんですよね。実はそうなんです。だからダフィーちゃんとかシェリーメイちゃんとかはビジュアルがすごく好きで可愛いなってめっちゃ思うんですけど、でも C なんでね、ランドじゃないので、あ、どっちでもどっちって書いてなかったわそう、世界観が好きかなやっぱりって思います。じゃんじゃん。じゃあ次、今までたくさんの曲を覚えてきたと思いますが、覚えるのが一番大変だった曲は何ですか。わー、分からんわ。一番とかなんやろな、何が一番だったかな。その時のあれにも結構ゆるきり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 、でも最近じゃあ本当に最近で言ったら100年先でもマジで無理だった。100年先でも超覚えられんかった。100年先とあとは戸惑ってためらって、あとルビー、この辺はすごい難しかったです。今回のコンサートにあたってそうかな。あと基本的に私振り覚えるのめっちゃ苦手、振り覚えるのめっちゃ苦手、振り起こすのめっちゃ苦手、だいたい覚えられない。基本的に字起こしめっちゃ苦手なタイプなので、基本どの曲も覚えるにはすごく時間がかかるし、すごい大変ですね。なんかすぐ覚えられたってことはあんまりないかも今までで。振り入れされるとまだ覚えられるんだけど、自分で起こしてくださいって言われて起こすのがめちゃくちゃ苦手です。自分で起こしてくださ、こう今までとかも別ポジ覚えたりとか公演の時してた時に字起こしじゃないですか。それこそ雫公演の8人バージョンも私レッスン受けてなくて、あのちょうど舞台やってて、だから8人バージョンも字起こしだったんですけど、なんかそれですら苦戦しました。16、同じ楽曲で16から8になっただけなんだけど、まあ、歌割りも変わるし振りも変わるじゃないですか。それだけでもめちゃくちゃ苦戦しましたし、なんだろう、なんか例えば近しいまだ対の歌割りとかだったら歌ってとこ一緒だから、いや振りやるとこ一緒だけど、 AKB って本当歌割り変わると歌ってない時に振りやってるじゃないですか。ってなるとその歌、今まで歌っててでも次覚えるポジションがあの 踊らないといけないとかってなると振りがあるじゃないですか。とかなると本当にめちゃくちゃ覚えるのがめちゃくちゃ時間がかかります。なとっても時間がかかるので難しい。でも振り起こしが得意な人もいます。結構すぐ覚えられるっていうタイプの人もいれば、こう振り起こしがすごく苦手だっていうタイプの人もいますね。私はすごく苦手です。ですです。次、ランダムクッズで推しが出ないときは出るまで引いた方がいいと思いますか。だっていやもうそれはね、その人ね次第だとね、あのすごい思います。なんだろう、その時のお財布と相談とか、結構今月きびいなみたいな時はもう諦めるだとかだし、行けそうなんだったら行っちゃうし、あとなんかもうこの推しの美女が神がかってめっちゃいいとか、なんだろうね、とか、まあ私の場合はね結構そんな感じでも、推しがこの人しかいないとかだったらめっちゃやっちゃうかも。なんか例えばうちの場合はまあアニメとかでもそうだけど、もう本当に一本のアニメ、例えばじゃあブリーチの、まあ、私シロちゃんが好きなんだけど、ブリーチのシロちゃんしか好きじゃないんだったらめっちゃ引いちゃう。だってそこに全投資できるからみたいな感じやね。あとなんかもうここでしか買えないんだったら買っちゃう、めっちゃ買っちゃうし、っていう感じやね。結構そうね、なんかランダムは結構ねどれ分の1かにもよるんですよ。なんか5とかだったらワンチャンいけるんですけど、もう本当に10、20、30とかの話されると厳しいよねっていう感じになっちゃうから、なんかランダムよりかはもう固定の方買っちゃう。どっちかっていうとランダムも買っちゃうんだけど、なんかランダムは運試しぐらいで買って固定の方を買ってしまうかな。
なんだろう、あのもうほんとアクスターとか、もうこの人のこれみたいなのを結構買ってしまうかな。どっちかっていうと、なんか運試しで 2,3 個買ってみてみたいなっていう感じかな。結構どっちかっていうとね、固定の方が絶対推しじゃないですか。なんかそっち買っちゃうかな。まあ時と場合によるかも。めっちゃ自分のお財布とその時の推しの情熱ね、決めちゃうかも。マジ好きすぎたらマジで買っちゃうしみたいな感じかな。次、どういうことだ。実は好きな人からいじめられてるのですが、私の何がいけなかったのか分かりません。お話し会で理由を聞こうと思っていますが、お小遣い制なので少ししか買えません。そもそも会いに行っていいのでしょうか。真剣悩んでいます。いや、まあ聞くことは悪いことじゃないと思うんですけど、別にいじめてるわけではないと思いますよ。これ多分気づいてないだけで、シンプルに私も結構ファンの人にたまに本当申し訳ないなと思っちゃうんだけど、たまにね、こう大きいコンサート、それこそこの間武道館の時とか、なんかちょうど私が見てないところに方向性にファンの方がいらっしゃって、そうめっちゃアピールしてくださったんですけど、気づかなくて違う、あのほんと全然ファンでも何でもない人にあげちゃったみたいな。だから別になんかいじめてるわけじゃなくて、シンプルに気づいてないだけだと思いますし、別に多分なんでくれなかったのとか言っても多分え、どのことってなりそうだし、多分は分かってないと思います。やっぱりいっぱいいる人たちの中でっていう感じなので、それはちょっと難しいもんですね。じゃあ次、10月3日、倉野チンフォーサムネ公演で千秋楽を迎えるのはとても寂しいです。今後どうなるか分かりませんが、AKB として新しい対戦で次に新たな公演をやるとしたらどのような公演をやってみてですか。もともとある公演ですか、それとも新しい、なんかどっちかっていうと私は新公演がいいなって思ってます。もともとある公演をやるのもいいんですけど、なんかいろんな楽曲をこうついろんなこうその公演とかの楽曲とかをこうつまんで、セットリストにしてるやつとかいいんじゃないかなと思います。だってもうチーム性がなくなっちゃったわけじゃないですか。だから元々のってなると、ほらそのチームとかのやっぱ感じがあれしちゃうじゃないですか。だからだったらなんかこういろんなところからこうつまんでなんかこういい感じに A の曲も B の曲も AKB4 の曲もみたいな感じで、こうなんだろうがあった方が、やっぱりなんだろう K の公演にしちゃうと KK っぽくやっぱなっちゃうし、 A の公演にすると A っぽくなっちゃうし、 B の公演にすると B っぽくなっちゃうから、うーん、だったらなんかそうやってつまんだセットリストの方がいいなと思ってるけど、まあどうなるかは知らん。運営がどういうのにしようと思ってるのか全く知らないです。けど私だったらなんかそういうのがいいなって思ってるだけですって聞いてるんじゃないの。どのような公演をやってみたいですか。だから、うん、そういう公演をやってみたいですっていう感じですね。あ、そうですね、著名人公演的な感じのやつがねいいかなと思っています。うん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 、ですです。次、この夏が終わる前に何をしたいですか。うん、この夏が終わる前に、この夏が終わる前に、この夏が終わる前に何をしたいですか。難しい質問だな。この夏が終わる前に楽しいことを見つけようと思います。というかリフレッシュしに行きたいです。どっかに、ちょっとマジで夏が終わってしまうというか、もうそもそももう夏が終わるんですけど、
まず舞台が始まる前にちょっとどっかリフレッシュしに行かないと舞台に臨める気がしないので頑張りたいと思います。どっか行きます。次、最近気になる洋服のブランドなどありましたら教えてください。うちあんまりね、あんまりないんだけど、でもよく買うのは、よく着てるのはナイスクラップとダズリンとレーザー、なんかその辺ですね。レディアゼルとかマルキューに入ってるのがよく着ます。あの渋谷の109ね。あとはあとグレイルとかネットとかだとね、でも割と服はね、マルキューとかに入ってる店舗をよく見ますね。あとはなんかアトレとか、アトレだっけ、アトレじゃないな、なんだっけ、あれ新宿のルミネだ。ルミネ、ルミネです。アトレもあるけどね、アトレもあるけどね、ルミネ、ルミネ、新宿とかのなんかそうみたいな感じ。なんか私キュッとそこに集まってるのが好きなんで、結構なんかキュッて集まってるところを見に行っていいなと思ったのをみたいな感じかな。うん、そんな気がするよ。そう、なんかだからなんかここのブランドがっていうのは特にないです。マジで可愛いと思ったのがっていう感じ、本当にそんな感じ基本的にね。よっしゃ、次、この夏一番の思い出は、イラの浴衣姿を見れたら楽しかった。この夏の一番の思い出、この夏の一番の思い出、なんだろう、香川に帰れたことです。マジで嬉しかった。もうこの夏一番の思い出、マジで香川に帰れたことです。もう実家に帰れた、実家に泊まれた、もう王くんに会えたことが何よりも嬉しかった。めちゃくちゃハッピーでしたね。もう最高だった、やったーってなったもん、イエーイって。そう、しかも結構ね、土壇場に決めたんですよ。なんかこの1週間ぐらい仕事なくて暇だなと思って、よし、じゃあ実家に帰れるじゃん、実家に帰ろうって実家に帰ったんですよ。マジで良かったですね。これがもう一番の、もうなんか最高でした。嬉しい、やっぱり家族といるのはいいっすね、最高だって思いました。続きまして、先日大商店が好評のうちに幕を閉じましたが、展示してあった衣装で一番のお気に入りとステージで着てみたい衣装は何ですか。やっぱり黄色のハート駅かな。いや、黄色のハート駅は着たんで、あの、私はあれです、にゃんにゃん診療所、にゃんにゃんさんのあのピンクの、なんにゃんにゃん診療所って書いてるやつのピンクのやつ、めっちゃ可愛かった。あれがめちゃくちゃ可愛かったです。にゃんにゃんさんのがいいですね、やっぱりにゃんにゃんさんのがですです。はい、じゃあ次、お話から何度も話したことがある野球道具、この中で一番願いな、あ、文字が読めない、この中で一番、この中で一番値段が高い用具ってどれだと思いますか。野球用具って結構いろんなものがあるんですよ。一番高いのなのか、どれも一緒に見えるのは私の目ん玉が悪いのかしら。これはグローブは何ですか。あれによって違うってやつ、内野手と外野手であのグローブが違うってやつですかね、もしかして。でも何が高いんですかね、なんかわかんないや、なんだろうな、靴、スパイクとか、いや、どこまでなんだろうね、特注だと高いっていうやつだよね。特注にせば何でも高いからな。そう、逆に言えば靴が逆に安くなるじゃん。だってもうバットとかもさ、なんかプロの人みたいにさ、もうこだわればこだわる高いし、グローブもそうじゃん、オリジナル、オリジナルってなるとさ高いから、うん、そうだな、うん、まあバットかグローブだなと思います。正解は
結局、1位はグローブですね。あ、グローブが一番高いんだって。あ、バットが割とそこまででした。高いけど、やっぱ、あ、バット、あ、違うわ、バットのバット違いのバットは高かったですね。大変。野球選手こんなんコロコロ変えてるしさ、バットとかさ上げてるけどさ、なかなかのものあげてるんですね。プレゼント for you とかってね、やばいですね。それはグローブとかもう一回、あ、え、1点取っとるよ。また1点取っとる。16になっとる。そこで見よったんや。星があったんかと思った。違う違う違う、そうなんや。じゃあなんかすごいね、なかなか。はあ、グローブ、あ、あ、契約してるのね。あ、確かにそういうことか。じゃあ次、ゆなさんが野球に喉が死んどる。野球に対する興味が深くなった WBC、 どの試合も他の試合でのドラマがあります。ゆなさんが、ゆなさんはここは特に印象に残ったという場面ありますか。自分はこのシーンですね、今でも。どのシーンだ、ちょっと待ってくださいね。あ、正孝選手ってめっちゃ噛むじゃん自分。あー、正孝選手が打ったとこね、これはめっちゃ良かったね。これはマジでかっこよすぎてびっくりしました。私もへーってなりましたね。いや、これはマジでやばかった。マジでこれでさ、みんなさ、これでみんなさ、もうアメージングってなったわけじゃないですか。そういうことですよね。いや、これは以下同文ですよ。マジで以下同文です。マジマジマジで、うん、なんかいろんな意味でアロザンレーン、ちょ、マジで言えない、わかんない、選手のやつとかも結構やばかったね。なんで取るんよって毎回思ってました、正直。あ、ですかね。あとでもやっぱチェコの選手の人たちは好きすぎた。うん、そうですね、そんな感じですね。あ、チェコの選手、そういえばね、ロッテのやつでね、に来てたよ。3人ぐらいだったかな、来てて。私ロッテの YouTube で見たんだよ。そうそう、あのね、来てたんだって。でもちょっとね、ロッテの選手をおもてなししてた。そう、そうそうそう、よ、いや、自分は会ってないですけどね、 YouTube で見たんです。情報社会なんでね。そう、コアラの餅食べたいね。わかるわかる、大好きですよ。美味しいですもんね。まあ、お菓子大好き成人としては最高ですわ。次、ゆいなちゃんとってのパワースポットはありますか。あれば教えてください。自分は空港がパワースポットで、飛行機に乗らないのによく羽田空港に行って展望デッキで飛行機をぼーっと眺めます。もちろん秋葉原の劇場ブルーマットもパワースポットでした。そうなんだ。飛行機乗らへんのに見に行くぐらい好きなんや。いいね。私はね、正直ね、ゆいなちゃんにとってのパワースポットはね、ないです。どこも特にないです。でもなんかそれ場所としてはないですけど、もう本当に、なんだろう、いろんな意味で拠り所としては本当趣味がそうですね。アニメ見たりとか漫画読んだりとかドラマ見たりとか、あと野球のね YouTube 見たりとか、なんかそういうなんか場所じゃなくて、気持ち的にこう、なんだろうな、落ち込んでる時とかに見て頑張ろうって自分を奮い立たせたりとか、そうだね、なんか楽しみの一つとしてのこう、なんだろう、よりどころとしては、あのそれが自分にとってのよりどころなわけで、場所がどう、私の場合場所はね、こう特にどこそこっていうのはないんですけど、そういうものが自分のモチベーションを上げたりとか気分を上げてもらったりとかするものにはなってるですね。次、好きなもの嫌いなものどちらを先に食べますか。残すのはなしです。じゃあ嫌いなものを先に食べます。嫌いなものを先に食べて、好きなものを後で、もうだってご飯が食べ終わるときに嫌いなものの口で残りたくないんですよ。だから
好きなものは最後に取っておきます。好きなもの食べて最後は祝福の時を過ごしたいです。ですです。次、リラちゃんがよく行くタコ湾のお店がかなり懐かしい雰囲気大好きな、小さい頃からよく行くお店とかが大人になったらなくなってた思い出が残り寂しく感じたりします。リラちゃんもそういうお店や場所ってありますか？たまには絵描いてねの意味です。だって懐かしいね。そうですね。でもなんだろう、なんか私別に正直ちっちゃい頃からめっちゃ外食する家じゃなくてそうなんですよ。なんかその正直そのちっちゃい頃から別になんかあの旅行も行ったことなくて、ほんと旅行に行くと いとこの家かママの実家に帰るぐらいしか基本的になくて、外食もあんまりしなくて家でご飯を食べることが多かった家なので、特にこれといってこうっていうのもないですし、まあ懐かしかったとしても、まだ健在されてるから、なんだろう、そのそうですね、なんかっていう感じかな。でも懐かしいな。でもなんかもうそもそも正直実家に帰ってる時はもうなんか全てが懐かしかったです。やっぱ2年に1回とかしか帰ってなかったので、なんかもう全てが風景とかも懐かしいってなるし、なんかご飯とかも懐かしいってなるし、なんなら私東京でうどん食べないのでうどん屋さんに行く自体も懐かしいってなってたしって感じですかね。なんか正直まだね、なんか自分が昔行ってた時ところが潰れたとかがなくて、まあ、そんな感じですかね。じゃあ次ラストですね。これがりなちゃんのスマホバッテリーをどう使う方、 100% 維持、 80% の時に充電、 50% の時に充電、 20% の時に充電、放電すると充電、昔は 50% で充電してたんですけど、最近はそのなんか充電が減るのが早くて、充電器をこうポータブルを持ってないこととかが多くて、結構 20% に家帰ったら 20% とかっていうことが多くて、結構 20% のことが多いですね。まあ3回4ですね、基本的に。なんか家を出ないといけない直前とかで 50% になってると充電して家を出ますけど、まあ大体1日家を仕事で開けてたりとかするとやっぱ 20% とかに減ってるんで、帰ってきた時に充電みたいな感じが結構多いですねっていう感じでした。以上、久しぶりにもうめちゃくちゃぶりぶりにあの教えて仰天をさせていただきました。ありがとうございます。質問くださった方、久しぶりにできてよかったなというふうに思っております。イエーイまあまたよかったらね、ぜひ、まあなんかそのなんだろう、まあ普通に最近は頑張ってあのコメント欄をひたすら返すっていうことをよくやっていますので、全然あのショールームのコメント欄とかにね、私のこのなんだろう、仕事がある時は結構その話とか自分がこう思ってることがある時とかそのトークをしちゃうので、こうなんか暇な時ね、もう何にもネタがない時とかは結構私も本当にひたすらコメント欄を読んでるみたいな、コメント欄を読んでるからこそすごい話がね、あの本当に行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりとかしてるんですけど、でもなんかファンの人曰くなんかコメント欄を読んでるのが一番嬉しいらしくて、だから私がこう頑張って、ちょっと前までは結構頑張って自分でネタをこう頑張って考えてすごい話してたんですけど、なんかそれよりなんか本当にネタとかあんま考えずになんかコメント欄を読んでるのが一番嬉しいらしいので、なんか結構最近は頑張ってコメント欄を読んでるっていうことがすごく多いんですけど、ただそれをしてると本当に話がね、行ったり来たり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 してるので、まあ、そこはね本当に申し訳ない。何しろ私が喋る、彼女が書いてくれる、でも次の質問読んでるってこう何とも言えないルートがこう始まってしまっているので申し訳ない感じになっちゃうんですけど、まあそんな感じですね。まあそこまでちょっと言われるともう私は何もできなくなってしまうので、あそこはちょっとはいすいませんけどご了承していただいてってな感じで、はい、今日はじゃあちょっとこの辺でね終了にしたいと思います。りなちゃんは今からご飯を作ったんで、もうご飯をね冷めてますけど食べたいと思いますので、じゃあランキングを読みたいと思います。あ、間違えた。
ボタン間違えた。13位トシさん、12位タカさん、12位ハルタロウさん、11位ワタメさん、10位マーニョンさん、8位キリアさん、7位オカヨンさん、6位ナッティさん、5位ニケヨさん、4位ヨシオンさん、3位シーナさん、2位ヤングさん、そして今日の第1位はワイマツさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。オンラインお話し会と、個別握手会の方ね、メールにも書いたんだけど、なんか前までは12残りわずかまで残りあの8月の頭に教えてもらったやつだと12枠オンラインお話し会が全枠残りわずかまで残りわずかだったんですけど、今日いただいたら4つに減ってたんですよ。4つに減ってて、そうだから支払いをしてなかったのか、バグでそうなったのか、誰かとミスしたの、バグで何だかちょっとわからないですけど、めちゃくちゃ減ってて3分の1に減ってて、ちょっとめちゃくちゃショックで、あーガーンって感じだったんですけど、まあガーンって感じだったんですけど、まあまあ仕方ない。とりあえずね、今んとこねどれも完売してないので、目指せはもう一つは完売出して終わりたいなっていうふうには思っています。はい、ちょっと完売出さないとね、一つは出したいなと思って、一応ねおすすめしてるのはクリスマスの時と10月14日をおすすめにしてるんですけど、そうおすすめにしてはいます。でまた画像作った時に残りわずかまで残りわずかが変わったので、残りわずか残りわずかの日数が4日分、いや違う4日分で4つ分に減ったので、それもまたね自分が画像作って告知する時にね、残りわずかの日程はこのやつですっていうのは書くので、それ見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますし、そう一応ねクリスマスのイブとクリスマスの日をおすすめにしてるんですけど、残りわずかまで残りわずかにもならないので、みんな私の別にサンタには会いたくないということなんでしょうかね。果たして昔だったら速攻で完売になってたんですけどね、絶対もう一番そこが一番速攻完売で、なんかなんなら買えなかったんだけどって昔よく言われてたんですけど、今じゃ全然スッカスカのスッカスカなんで全然買えますよ皆さん。そんな感じで、まあねでもね、みんなは悪くないです。みんなは撮ってくれてるし、お話をしようとしてくれているのでとっても嬉しいです。悪いのは私、ファンが少ない私が悪いので、皆さんは本当に悪くない、本当にみんな券を買ってくださってね、ユナとのお話すごい楽しみにしてくださってるのすごく嬉しいです。悪いのは私なので、皆さんが気にすることはないですっていう感じで、あとは何だろう、でもあとはないかな。あとは舞台ですね。9月の末から10月の1日までで舞台をやりますので、受付がね20日までだったかな、チケットのやつの、なんか何やつが20日だちょっとね忘れちゃった。ああまたど忘れしたわもうすぐ忘れちゃうの。それでなんかよかったら遊びに来てください。あとはもうそんなもんかな、今のとこ決まってる何かって言ったら、あ決まってる何かじゃない、応募がかかってる何かって言ったらかなって思ってます。はい、というわけでそんな感じなので、今日も見てくださって本当にありがとうございました。じゃあ皆さんまた明日のショールームでお会いしましょう。ゆなはご飯食べます。バイバーイ。